ポストネットは郵便物の配送を補助するためアメリカ合衆国郵便公社が使用しているバーコード。ZIP コードと ZIP プラス4コードが超単二種の線でエンコードされる。ほとんどの場合、住所あるいは支所箱の下二桁からなる数字が付け加えられる。バーコードの先頭と末尾にはそれぞれ一本の長い線が置かれる。また ZIP ZIP プラス4、あるいはデリバリーポイントの後ろにチェックディジットが付けられる。符号化の一覧を右に示した。各桁は5社宅に符号、すなわち2本の長い線を含む、一続きの5本線で表現される。長い線は、宛先を表現する疑似日地方コードでの、オンのビットを意味する。この場合、左から右へ7、4、2、1、0となる。 55,555 55から1,237という ZIP プラス4コードのチェックディジットは2になるため、エンコードするデータは55億5,551万2,372ということになる。開始、終了の枠線も含めると、次のように表示される。有効かつ正確なポストネットバーコードが壁面に掲げられたカリフォルニア州サンバーナーディーノの郵便公社。 郵便公社が使用するポストネットバーコードには4種類の様式がある。ポストネットは廃止されつつあり、ワンコードソリューションとも呼ばれるインテリジェントメールバーコードに置き換えられつつある。これは従来の郵便公社のすべてのバーコードを包含し、一つのバーコードで表現するものである。2011年5月の初めから自動処理割引を受けるためにはインテリジェントメールバーコードが 必須となる。チェックディジットは10で割った常用となる。計算方法は次のようになる。デリバリーポイントがあればそれも含め、すべての桁を合計する。例えば、ミネソタ州ヤングアメリカのどこか郵便を送る場合の、番号は55,555 55 55から1,237であり、その各桁の合計は38である。計算した合計を10で割った乗与を求める。この場合8である。 計算した常用を10から引いた数を求める。この場合二である。計算が正しければ、全桁及びチェックディジットの合計を10で割った常用は、常に例になるはずである。ありがとうございます。